今回のオートタクシーいかがでしたでしょうか。主人公の音川が全然出てこないんですよね。前回音川のタクシーに引かれそうになった田中くんって青年が今回の主人公でしたけれども、この田中くんは小学生の頃、珍しい消しゴムが欲しい、クラスメイトに自慢したい、その一心でお父さんのクレジットカードを使い込んじゃってね、殴られちゃうんですけど、私はこれ親御さんも悪いと思うんですよ。これね、もし私の親だったら、よし分かった、やってしまったことはもうしょうがないんだから、一から消しゴムを一緒に作ろうじゃないかってなると思うんですよ。世界に一つしかない消しゴムをね、樹脂で作るのか何なのか分かりませんけれども、そしたらこの田中くんもね、大人になってからマイナーなソシャゲに課金しすぎることなく消しゴムの専門家になってたかもしれませんよ。子供の頃に好きだったものっていうのは非常に鮮やかに記憶に残っていて、未だに執着してしまう、いや自由に使えるお金がある大人になった今だからこそ、逆に凄まじくアディクトしてしまうっていうのは少し分かる気がしますね。